メドベージェフ大統領と面会するボルトニコフ、アレクサンドル・バシリエビチ・ボルトニコフは、ロシアの政治家、ソ連国家保安委員会出身の白引き、2008年5月12日から、ロシア連邦保安庁長官、上級大将、1973年デニングラード、鉄道運輸技術大学を卒業する、1975年モスクワのソ連国家、 保安委員会高級学校を卒業し、同年 KGB レニングラード支部で勤務し、報道部門を担当する。サンクトペテルブルク市及び、レニングラード州の FSB 次長を経て、2003年6月から、同本部長。2004年2月24日から2008年5月12日まで、FSB 副長官権経済保安局長。2008年5月12日、 ドミートリー・メドベージェフ大統領によって FSB 長官に任命された。安全保障政策におけるメドベージェフの片腕と観測されている。ボルトニコフは、また、船会社ソブコムフロット社の取締役でもある。全 19192008? 会 SB シャッフルシーンヘルピング、メドベージェフザ、モスクワタイムズメイ132008。ありがとうございます。